Welcome to CrewTube! 皆さんこんにちは。CrewTube へようこそ。私、ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日はよろしくお願いいたします。このですね、CrewTube なんですけれども、弊社ジェネシスのですね、ソリューションですとか、ここがいいですとか、お客様に実際、登壇いただいてお話を伺ったりですとか、皆様にジェネシスについてもっともっと知っていただくために、これからですね、第1回目という形で定期的にビデオを投稿したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はですね、第1回目ですので、弊社をよくご存じないという方向けにですね、まずジェネシスってどういう会社なのというところをお話しさせていただければと思いますので、本日のゲストはですね、弊社日本法人社長の、ポール・リッチを迎えまして、一緒に、簡単に、会社の紹介をさせていただきたいと思っております。ポールさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ポールです。はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、まず一番最初にですね、このクルーチューブっていうところなんですが、クルーチューブのチューブは YouTube のチューブっていうのは大体皆さんも想像つくかなと思うんですけれども、クルーチューブのクルーはどこから来てるんでしょうか？やっぱりそうきますよね。実は、短い、説明と長い説明は両方あるんだけど、ちょっと短めにいきますね。いや、実はアメリカの方で去年からジェネシスがインディーカーのスポンサーやってるんですよ。ご存知だったかもしれないです。で、そのインディーカーが確か、数ヶ月前に佐藤拓磨さんが優勝したインディー500のレースにもうちの車が走ってたんですよね。で、同じように日本でジェネシスの認知を上げていきたいなとすごく思っていて、いろいろ考えてたところ、そのレースという話題がテーマが上がってきて、我々今日本でとにかくいろんなお客さんと最高の CX に向かって、レースしていこうと、いい CX を提供していこうという思いから、そのレースをテーマを使って、車が CX と例えとすると、周りのメンバーですね、タイヤ変える人とかエンジンをメカニックとかドライバー、皆さんクルーと言いますよね。だから我々もやっぱりこう日本で最高の CX を目指していく上で、クルーでやっていきたいなと。で、そのクルーというのは我々ジェネシスの従業員、社員だけじゃなくて、お客さん、そしてパートナーさん、この三角関係がクルーになって、いい、一つのコミュニティを作っていこうという思いから、このクルーという名前をつけたんだ。なるほど。じゃあ今日こちらをご覧いただいているお客様もクルー、もしくは未来のクルーということですね。その通り、今日いっぱい、すでにクルーのお客さんが見てくれてれば嬉しいし、今日これを見てちょっとクルーに興味あるなと思ってくれるお客さんもいっぱい増えてほしいなと思いますね。本当そうですね。はい、ありがとうございます。では、そんなですね、まだ、ジェネシスあまりよく知らないという未来のクルーの方向けに、今日はですね、簡単にジェネシスについてお話しさせていただきたいと思います。早速なんですけれども、まずですね、簡単に会社の概要をご紹介させていただければと思います。はい。ジェネシスなんですけれども、弊社はですね、米国のカリフォルニア州に本社を置く、コンタクトセンターのですね、リーディングカンパニーです。世界中でですね、120カ国以上、多くのお客様に採用いただいておりまして、グローバルカンパニーのトップ100社のうち、実に7割のお客様にご採用をいただいております。日本でもですね、24年以上、日本の、コンタクトセンター、カスタマーサクセスをですね、リードしている、会社となっております。ではそんな、ジェネシスなんですけれども、ポールさん、実際日本のお客様にも多くのお客様にご採用いただいておりますよね。そうなんですよ。本当にありがたいですね。今三住さんが話したように、ジェネシスは日本でもう20年以上、マーケットにいて、いろんな会社さんの、CX を一緒にですね支えてきた、歴史長い会社ではありますけれど、ここ最近特に我々のクラウドサービスがいろんなお客さんに評価いただいております。右側に出ているお客様の企業ロゴというのは、全て日本というわけではないですけれども、多くの日本のお客さんがこのクラウドサービスを使っていただいてます。よく聞かれるのは、どんな業種がそのジェネシスクラウドを使ってるのっていうのはよく聞かれるんだけど、本当にね、業種問わずだと思ってるんですよね。小さいお客さんから、本当に席数の少ないコールセンター10席から上はもう今もう何千席、海外で行くと
もう2万席超えるようなセンターがこのジェネシスクラウドを使っているんですよ。どう使うかが、お客さんと一緒に、そのお客さんに見合った CX を一緒に作っていくというところが我々の、まあ、一つの大きなミッションとして考えているんですよね。まあ、そういう考え方からと思いたいんですけれど、まあ、左側にある、2つのこう表がありますけれど、ちょっと奥にある表というのは、ガートナーという会社 のアナリストが出しているマジッククワドラントというものになります。まあ、ここの中では、ジェネシスというところが右上のリーダークワドラントに入っておりまして、まあ、我々のビジョンと、実際、事業計画がしっかりこう、実装しているというところが、示している表になります。で、まあ、個人的にはそれ以上に嬉しいのは右の方ですね、手前にある、表です。これは実は日本の IT レビューという会社が、実装している評価の表になるんですけれど、これお客様からの評価を示しているところです。実際のユーザーさんが、まあ、いろんな形で評価をしていただいている、コメントしていただいているサイトなんですけど、ジェネシスクラウドも、この右上のリーダークワドラントに入っているというところで、まあ、質問、どんな企業がジェネシス使っているのっていうところを聞かれると、僕の答えとしては、まあ、CX、顧客接点、体験のに対する意識の高い企業さんが、まあ、我々ジェネシスをと一緒にですね、そういうのような新しい CX を作っていく会社が多いんじゃないかなと。あと特に最近は、このコロナ禍の中で、まあ、在宅、そしてデジタル化 DX ですね、音声だけではなくていろんな形での、まあ、接点でお客さんとやり取りをしていくことを今後、望んで、お客さんからのロイヤリティを高めていきたいという企業が多いんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういうところをまたさっきのクルーの話じゃないけど、どんどん増やしていきたいなと思います。はい、ポールさん、ありがとうございます。実際にお客様からリーダーとしてですね、評価いただくというのは非常に嬉しいことですよね。実際に、まあ、評価いただいているポイントというところで、具体的にどのようなところが評価されているか、いくつか教えていただけますか？はい、わかりました。そうですね、まあ、ジェネシスクラウドというのは、もう4年半ぐらい前に日本でリリースしました。で、まあ、お客さんからよく聞く声としましては、まあ、クラウドサービスなので、まあ、とにかく常に進化している機能が追加されるというところが大きく一つお客さんからの評価基準になっているんじゃないかなと。実際もう4年半前にリリースしたことは未だにも覚えてるんですけど、その時と比べると本当に新しい機能がいっぱい入ってきて、まあ、この現在の企業、今の企業が求めているような CX がどん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 しっかり提供できるようになっております。もう一つはやっぱり我々の歴史的にはジェネシスというのはもうコンタクトセンター、コールセンター、お客さんとのやり取りに特化した会社になりますので、そういった意味でどんどん我々の、製品開発への投資というのはこの CX に対して、この一本に対してやっているというところが実際に、製品に現れているんじゃないかなと思います。なるほど。確かにジェネシスではシステムダウンを必要としないマイクロサービスという仕組みを使ってますので、ダウンタイムなしにほぼ毎週新たな機能が搭載されているので、デジタル化や CX など最近変化が目まぐるしいコールセンター業界にとっては、投資保護、将来性対策どちらも実現できるので、そこが評価につながってそうですね。日々進化していく中で、私たちが目指すゴール、私たちのお客様であるコールセンター、またそのコールセンターの先にいらっしゃるお客様に提供していく価値というところを一言で表すと、ポールさん何でしょうか？はい、いやもう一言で言うと、ここ最近実は新しい我々の、まあ、企業スローガンが出てきたんですけれど、それって何かというと、スーパーヒューマンサービス、日本語に訳していくと超人的なサービスを提供する。この意味は何かというと、ここ最近いろんな意味で、技術が進化していて、 AI というキーワードとか、まあ、とにかく企業がお客さんに対した、に対して適した対応ができるようにしていくというところが、もう人間の手だけではなくて技術を大いに活用することによって、今まで以上のな、CX を提供するということ、それが最終的にお客さんから見るとすごい、今の CX の体験ってもう本当に素晴らしかったと思わせるような技術と人間の組み合わせをくっつけてですね、スーパーヒューマンにやっていきたいというところが、このスーパーヒューマンサービスが表しているところになります。なるほど、ポールさん、熱いコメントありがとうございます。
私たちは、コールセンターであるお客様に、スーパーヒューマンサービスを提供して、そのコールセンターのエージェントさんや、管理されているスーパーバイザーさんが、その先にいらっしゃるお客様に対してさらにスーパーヒューマンサービスを提供できるようになれば、それが一番理想的ですよね。その通りでございます。で、その人たちの皆さんと一緒にこのクルー、コミュニティ日本で、どん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 情報をシェアしながらですね、お互いの体験をより効果のある CX に向けてやっていきたいなと思っております。はい、ポールさんありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。ジェネシスってどんな会社なの、何がいいのという疑問に少しでもですね、こちらのビデオがお答えできれば幸いです。弊社ソリューションにですね、ご興味のある方は、ぜひ動画下にありますリンクにですね、弊社のウェブページがございますので、そちらからですね、マーケティング本部までぜひお問い合わせをいただければと思います。では、ポールさん、最後に何か、一言、面白いことがあれば、ぜひよろしくお願いいたします。面白いこと、そうですね、あんまりもともと面白い人間ではないんですけれど、うちの US の方でこのスーパーヒューマンサービス、最後これで、締めくくっていくんであれば、スーパーヒューマンサービスに対するコマーシャルを作りましたんで、それを最後皆さんに見てもらおうかなと思って、ここからじゃあ CM に入りましょうか。皆さん今日本当に最後までありがとうございました。はい、皆さんそれではですね、最後に、コマーシャルで締めくくりたいと思います。ぜひ、また次回のですねクルーチューブもご覧いただければと思います。皆さんありがとうございます。 See you next time。This way again. Customer service is all about helping people. To bring people and things together that are meant to be together. If we never chance to meet again. Genesis gives customer care reps like me an almost superhuman ability to do just that.